こんにちはーす。マリオメーカーやっていきましょう。ですね、とても難しいに変更して、いいねランキングとても難しいで、ちょっと進めてみましょう。こんなこともね、できるようになったんだよね。というかね、いいねランキングがかなり刷新されてね、今までどうやら一人の人が同じ人のにいいねを押しまくってて、ランキングがこういう、固定の人たちしか上がってないような状況になってたみたいですね。それがアップデートで、改変されたみたいで、なんかクリアしてるやつあるぞ。俺、こんなんクリアしたんだな。それがかなり変わったみたいでですね。もうこんな感じで完全に刷新されてますね。いいねランキングとても難しいで遊んでみたいと思います。まずはナンバーワンから。ナンバーワンの、名誉あるナンバーワンのコースを作った方のコースからいきましょう。はい。これコイン取るとあれになるんだね。二日酔いになるんだね。いいコースだな。そういうのは全然知らなかったな。うわ、右に進みます。あー落ちた。ブラックパックなんだよな。よし、オッケー。とりあえずこれで、よし。感覚狂うな。やっぱこれは上ですね。で、左に切れ。怖え。コイン取って右に隠れ。道をしっかり見て、真ん中からのちょい左の、オッケーオッケー。で、一応右。来るね。おっと、なんか出てくんだろ。来ねえのか。よし。お、中間。優しいな、おい。ありがとう、ファイヤー。気合が入らねえな。ありがたすぎて、思わずふにゃふにゃな声になってしまったよ。ふわぁ。いや、スピンジャンプしちゃった。終わった。違う。もう一回食らえばいいんだ。ちょっとずれてるからな、今回。タイミングがわからん。はい。オッケー。合ってた。よかった。スパパンパパンパン、スパパンパパンパン、スパパンパパンパンパパンパン。上に乗ってヨッシーかなんかを持ってこないと先に進めん。ドーン。うわぁ。本来はこうやって進むもんなんだな、でもな。オッケー、怖え。ああ、怖えな。あんまコイン取りすぎない方がいいってことでしょ。ちょっと残していきましょうってことっすよね。怖っ。おー、出てる。ごめん、ギリギリセーフ。じゃあ、こっち入りまして。で、ここに帰ってきて、あれですね、今度は元の道を行けと。落ち着いて。へい。へい。で、こいつの上に乗って、コインを取り、あそこに P があったのか。さようならしてもらって、さようならしてもらって、飛ぶ、飛ぶ。そろそろ足場がないところがあるんじゃねえの？ふいっ、オッケー。で、ガリガリに上に連れて行ってもらうと。やった。おぶねえ。続きまして、第2位のコース行きましょう。ピーチのためならどこまでも超難しい。でも19人クリアしてるから多分そんなに難しくないと思う。あ、これこっち行けるけど。お、なんかありますね。まあ、あるんすよね。こういうコースってね、大体ね。はいはい、はいはいはい、はいはい、はい、怖っ。何も隠れてない。落ち着いて、正確に。これは信じようかな。ゴールは、あ、中間だった。ここだ。ここだ。このコースは信じて良さそうですね。うん。信じていいやつですね。了解。コースを信じるっていうか、人を信じるっていう感じですかね。上行けんのかよ、これ。ファイヤー。あ、でもこれが、行けないんですね。了解。じゃあ下行きましょう。コインを、あと、どっちにしても、来なきゃいけなかったということなんですね。なるほどね。こっちに行くべきなんだろうな。これはかわしていくのきついだろうな。
無理だね、無理だね。諦めよう。これで死んだら元も子もねえんだが、落ち着いてれば、被弾はせずに、いけそうだ。よし。ここはきつそうだな。ここと、このうわ、クッパファイヤーはまずいね。ここと、その次も空いてますね。はい、怖え。クッパファイヤーが、積む前に、うわ、当たっちまったか。ここはかなりきついぞ。行きすぎない。行きすぎない、怖え。あぶね、あぶね、間違えた、あぶね。落ち着いて、ここがセーフ。ジャンプしてかわそう、オッケー。怖え、怖え、オッケー。オッケー。よっしゃー。これは乗っていこうかな。うん。食らうのはしょうがない。怖え。やった、キノコだ。ありがとう。やべ、早速食らったな。一回食らう。ここは行かないとダメ。行かないとダメ。で、ここだ。また中間だ。さっきと同じとこだな。あったのはこの先だったね。うん。この先に、鍵を使えるところがあったよ。食らいたくないよ。オッケー。半端ね。難易度が、本当に難しいわ。でも楽しい。難しさの中に楽しさがあるやつ。素晴らしいやつですね。今死んだと思った。助かった。クッパとの勝負か。了解した。いや、戦わなくてもいいんじゃないか？クッパの最大数まで、出してますね。3機。オッケー。そいつが持ってて、こいつは倒す必要があるのかどうか。あ、入っていいんだったら入るわな。多分これはセーフなやつだね。おーイエスセーフ。はい、続きましてこちら。すげえな。2923にもクリアしてるんだけど、とても難しいに分類される。メカ、バウズイラ？バウズイラ、多分あれだね。あの、バウザーのイタリア語版なんだろうな。お、入れます。ババパンパパンパパンパパン、あ、ダメだね。うお、すげえ！すげえ！マシンみたいになってる。おー、これはすげえわ。すげえ、こんなこと乗せることとかできるんだな。マイクラでモッド使うとこういう敵いるよね。じわりじわりと距離感詰められてるのが怖いし、あとこの弾の横玉がそろそろ当たる高さだよね。ワンワンも迫ってくるしな。進めねえけど、これ進めないんだけど。これちょうど落ちるんじゃないか？ほら。うぅ、弾！落ち着いて。オッケー。うぅ、怖え。第2戦。コインか。進むべきはここなんだよな、多分な。すっげえ機械仕掛けのマリオメーカーだね。すげえ。ほんとにすげえわ。質が違いすぎる、これ。やべえ。あー了解。踏んで、嘘だろ、嘘だろ、やめてくれ。しっかり乗っていくのと、割と急ぐってことと、食らった。あ、いや、待ってるだけで勝手に入れる。よし、オッケー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 。おお、これで中間なのかよ。今度は足がなくなって、あの、下からお尻のとこからファイヤーが出るようになりましたね。かっこよすぎるだろ、このマシン。すげえ。しかもどんどん今回は距離を縮められる。まずい。ワンワンが不安不安してますけど、Pを踏めばとりあえず下に行くよね、あいつはね。そうだよね。くわ、
顔がギリッギリ伸びるな。落ち着いて入る。怖え、ギリギリセーフ。まだ続くのかよ。これコースやばいだろ。これ一番すごいよな。今んとこナンバーワン、ツーよりスリーの方がすげえっていう印象だわ、自分の中では。すごすぎるというか。これは製品版でも相当な値で売れるだろうな、これは。ハート型、これはどうするんだ。戻るようなとこあった？右か、了解。おー、中間。やったぜ。さあ、第3戦と参りましょう。いや、きついな、これも。逃げろ。そうか、今度は、ファイヤークラウンなんだな。逃げろ。落ち着いて。落ち着いてね、俺。大丈夫だから。そんなに、今はきつくない。今はきつくない。落ち着いて。こいつなんだな。信じるぞ。よし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 。このコクッパ倒せないっすよね。うわ、倒せる。そういうことか。こういうことか。食らいたくねえな。あ、ずれたか。うるせえ。うるせえ。集中していこう。このうるささに負けないように集中していこう。のこのこさん、出てきてください。 OK、 ここ、よっしゃね、入れる。やった、うるせえよこのコース。やったやった。これちょっと入ってみようか。多分脂肪のやつじゃないと思うんだよね。あ、つながってましたね、ここ。やったー。いや、いいコース。これを、一般人が作ったってところに驚きが隠しきれません。